精神は健全な肉体に宿るみたいな、はいはい、宿るってやつね、あるね、うん、やっぱり大田原さんは健全な精神を持ってるんでしょうねうちら不健全だから、どっちかっていうと、はい、不健全です、ね、不健全だから、うん、これこういうのを仕事にしようとしちゃうぐらいだから、いや未だかつてね、うん、はい、こんなことをされたこと一回もないですよ、うん、これターザンね読んだことないもんだってなるほどね、はい、ターザンは、うん、ターザンは昔役者時代に読んでたけど、読んでたんだ、まさかその編集長から、うん、編集長からね、編集長と絡むことも通常ないからね、手書きだよ手書きの手紙をもらえる、サビさんでやろうぜ、もうそれそれ今日それだけでいいよサビさん、うん、っていうのが、はい、はい、はい、以上が僕の滑らない話でしたがどうでしょうか丸、はい、ありがとうございます、それさっていうかさ、海市の時間稼ぎで俺が滑らない話してんのにさ、なんで滑らない話を海市もしてんだよ、そもそも本末転倒じゃねえか、終わったのね、じゃあそっち、はい、あ、終わったのね、で、うん、お知らせが2つあります、まだあった、うん、で、大事なお知らせです、はいはい、これ大事な方、大事な方っていうか今のもあれなんですけど、はい、はい、大事なお知らせが2つあります、はい、1つはですね、うん、どっちから話そうかな、1つは、うん、この番組今ご覧いただいている方の中で、うん、この間の NGC カンファレンス2015、うん、オータム&ウィンターをご覧いただいた方、もしくはその記事が書いてある、うん、スタジオのニューシャルオウンドを見た方がどれだけいるか分かりませんけど、はい、それを、うん、チェックした方は、うん、知っていると思うんですけど、うん、スタジオエドフミは、スタジオエドフミ主催という形で、うん、2015年今年の12月の上旬に、うん、イベントを開催することが決定しております。決定します。はい。で、そのイベントのキャパシティが400ぐらいのところを抑えるということで、話をしていて、で、9月の末に、NS 会員で、先行販売開始、10月、上旬に、一般販売開始ということで言ってたんですけれども、ちょっとこちらの調整不足により大変申し訳ないことながらですね、発売が遅れていたんですけれども、いよいよですね、いよいよ今日お、日付が変わった瞬間から10月10日からはい、はい、NAS 会員の方、はい、先行を、チケット購入の受付を開始できることになりました。おお、おめでとうございます。来た、うん、はい、はい、調整できました、できました、うん、今日の日付変わった時点で、はい、去年のイベントでやったように NS 会員の方のみが応募できるという形で、はいはいはい、チャンネルツールのパスマーケットというのを使って、ね、そのパスマーケットから応募していただくという形になりますので、そこから NS 会員の方はご応募いただければと思います。なるほど。で、ここでちょっと一個だけ、謝らなきゃいけないことがあります。それはですね、カンファレンスの際は400席あるうちの100席を NS 会員にして、残りの300席を、一般にすると言ったんですけど、会場の都合上ですね、真ん中に大きい線が、通路が区切ることができる、会場を抑えることができましたので、NS 会員の方は、はい、もしかしたら、最低190人ぐらい、はい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 、を当選確定、うん、しようかなと、なるほど、思っております、うんうん、で、応募総数次第では、次第ではもっと多くの方に、うん、当選していただこうかなと、なるほど、思っておりまして、はいはい、で、うん、それで、売り切れなかった分、うん、余った分の席を後日一般販売しようと思っております。はい、まあ当然 NS 会員に入ってくださっている方の方が、うん、チケットを取りやすいというのは、当然のことだと思いますので、うん、なんで会員は100で一般を300にしたのか全く謎なんですけど、最初ね、まあレア感みたいな感じなんですかね、もう謎なんですけど、そこが逆転しまして、そうですね、NS 会員の方の方が
多く当選して、うん、一般会員の方の方が少ない確率で当選するというふうに逆転しました、ということになりますので、うんうん、NS 会員の方は今日日付が変わったらぜひとも応募していただければと思います、はい、で応募していただいて応募した総数の中から可能な分だけの方を当選させて、うん、抽選でね、はいはい、完全に抽選で、当選させていただいて当選通知を送らせていただきます、はいはい、で、余ったチケット分を、座席分を後日一般販売させていただくと、させていただこうかと思います。ですね。はい。で、締め切りなんですけれども、10月の10日の0時0分から、販売が始ま、受付、が始まりまして、1週間後の、10月16日金曜日23時59分までを受付締め切りとさせていただきたいと思います。なるほど。でその後抽選を行いまして、その週の次の週の頭ぐらいに当選通知、でその週の週末までに、振り込み、で振り込んでいただいて、それで当選確定というふうにさせていただきたいと思います、なので今日この後日付変わったらいよいよチケット発売、販売の、チケット受付開始となりますので、NS 会員の方はぜひとも、応募していただければと思います、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、が一つです。はい。はい。抽選です。抽選です。まあそもそも NS 会員の方はね、去年と今とでどのぐらい応募してくるかわからない、読めないので、1年ぶりなんでイベントやるのが。まあそれがもしもね、キャパシティを超えてね、400しか席がないとこ取ってますんで、そこが、500とか600行った場合は、まあどうするのかとか、逆に100しか来なかった場合は、じゃあ100人当選して、300は一般販売とかになりますね。そこがどうなるのかは、まあ応募総数次第なんですけども、まあそのあたりでバランス取っていこうかなと思います。なるほど。ちなみに日程なんですけれども、12月上旬と言っておりましたが、日付が正式に決定しました。日付はですね、12月の6日、日曜日と。なりました。日曜日。はい。12月のですね、一番最初の週の、一番最初の週、あ、そうですね。日曜日と、いうことになります。はい。12月1日が火曜日なので、火、水、木、金、土と1週間ありまして、はい、その後の週の頭が、12月の6日の日曜日となります。で、イベント時間は、15時から、18時までの3時間イベント、はいはいはい、となっております。なるほど。はい。詳細はまたは、チケット販売がありましたら、その詳細ページに載っておりますので、そこをチェックしていただければと思います。はい。さまざまな NGC に出演した方々をお招きしてのイベントとフリートークイベントとなっておりますので、ぜひご応募いただければと思います。はい。で最後に1個だけ注意なんですけど、はいはい、今回のイベントは生放送、や、録画、撮影して、後日アーカイブ、アップロードなどはいたしません。しません。なので、今回のイベントは、もうイベント会場に来た方のみが楽しめる内容と、させていただくので、まあ、いわゆるシークレットイベント、シークレットライブみたいな形になります。まあまあ、はい、はい。なので、ぜひとも、応募していただければと思います、はいはい、イベント詳細気になる方は、チケット販売始まったら詳細ページに、がっつり全部書いてありますので、はい、そのページを見て、応募するかしないか決めてください。ですです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。はい、以上です。はい。で、最後に。まだあったね。一番最後に、最も重要なお知らせがあります。最も重要？はい。じゃあ、最後のお知らせです。はい。ですね、うん、毎週金曜日夜10時から、はい、NGC にて生放送、しておりまし た, おりました、NGC エイリアンウェアアルファ生放送なんですけれども、はい、なんとですね、10月30日金曜日をもちまして、30日、はい、放送枠の引っ越しが決定しました。引っ越し、はい、はい、最終回ではありません。ありません。引っ越しです。引っ越しですね。はい、はい、毎週金曜日夜10時ではなく、はい、11月からは、はい、なんと毎週火曜日夜10時になります。おっとちゃん、
毎週火曜日夜10時から、エイリアンウェアプレゼンツ、はい、エイリアンウェアアルファ生放送という風に引っ越すことが決定しました。なるほど。これ、つまりどういうことかというとですね。はい。みりんちゃんのレギュラーがなくなるのか。はあ、まあ、そうだね。っていうとこなんですけど、うん、そこにみりんちゃんが。そこではなく、うん、なんと、うん11月からはですね、はい、毎週火曜日、はい、夜10時からは、うんうん、古川みりん&江戸さん&翔くんによるエイリアンウェアプレゼンツエイリアンウェアアルファ生放送に生まれ変わって、リスタートとカオスいうことになります。はい、はい、ですね。はいはい。なので古川みりんちゃんが今後、はいスチームにあるさまざまなタイトルを、はいプレイしていくという江戸さんと一緒に、はい、そしてそのタイトルの補足情報とか、はいはいはい、ツッコミを翔くんが入れていくという、うんうんうん、そういう枠になります。なりますね。はい。なので、NGC の毎週金曜日夜10時のエイリアンウェアアルファの生放送は今月で一旦終了ということになりますので、うん皆さん1年間、10ヶ月か、ありがとうございましたということでございます。はい、ですです、はいはい、で来月からは火曜日に引っ越しますんで、はい、火曜日に引っ越しましたら、うん火曜日の、古川みりんちゃんと翔くんと江戸さんの、うん、エイリアンウェアアルファ生放送を楽しんでいただければと思いますんで、そうですね楽しみにしててください、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、以上です、うん、恐ろしい、はい、恐ろしい、はい、どうなってしまうんでしょうか、うん、まあねミニさんにいろんなタイトルを遊んでもらえるっていうのは大きいですね、うん、そもそもまあミニちゃん本人が、うん、スチームでいろんなゲームをやってみたいとなんかちょこって言ってたもんね。結構強い要望を出してまして、うん、昔から昔からね、うん、じゃあやりますかと。まあまあねそうだよね、うん、そこをしましょうという、こう突っぱねるあれはないもんね特にね、うんうん、そうそう必ずその金曜日にエリアンウェアアルファやらなきゃいけないわけでもないので。そうです、うん、だったらもうやりましょう。で10月、うん、いや、うん、ビジュアルトラックスカラフルが終わったら、うん、終わったら11月からは、うん、エイリアンウェアアルファを、うん、みりんちゃんと江戸さんと翔くんでやってもらおうかということでございますね。そうですね、はい、うん、楽しみにしててください。面白いと思います。はい、はい、で金曜日が開くんですけども。あ、開きますね。金曜日に、うん、サビザンやりますやります。はい、はい、サビザンをやります。はい、はい、まあ、なのでサビザンは引き続き毎週金曜日はい、これはちょっとまた調整なんですけど、はいはいはい、深夜0時からやるか、うん10時からやるか、うんうんその辺をちょっと今検討中です、うんうんうん、はい別件が入った場合は10時にはできないので、うん、まあまあ、まあ12時からになるんですけど、まあ そうですね、そのあたりは、うん、まあ某ゲームメーカーさん次第ですはい、はい、ですですということです。はい、はい、まあ、なので、うん、その以上3つのお知らせ、うんよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、1つ目はアンケート今日あるかもよ。ああそうね。2つ目は、今日日付変わってから、イベント販売があるよ、うん、イベント受付があるよ、うん、始まるよ、うん、会員限定でね、うん、補足すると会員の人の方が当選確率高いよ。そうね。で3つ目は、うん、エイリアンウェアアルファの枠が火曜日に引っ越しますよ。引っ越しますよ、うん、という3つです、うん、はい、以上です、はい、それでは、皆さんまた明日の放送でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。ゲーム画面ドーンやるよ。ここからだよ、ここからだよここからですよ。変えるなら変えなさいよ変えますよ。よいしょ、ズイーン、はい、変えた。